応援してます。おい、こいつもリスナーやん。お前かい、あざすっていうの。お前ちゃうわ多分。お前が答えるんかい。これね、あざっすで。あ、そういえばさ、あれだよ、俺最近ネットフリー解約してたんだけどさ、なんかサンクチュアリっていうなんか相撲のドラマがクソおもろいらしくて、なんか見たいんだよね。なんか相撲版スラムダンクみたいな。でね、俺ネットフリーなんで解約しちゃったかっていうと、なんか高えんだよな。なんか値上げしたでしょ結構前に。それでなんか俺やめちゃったんだよな一回。あのすげえ良質なおすすめの映画ありますか。でてめえ聞いてんだよ。おい、お前も聞いてるんかい。配信おすすめの映画ありますか。まあそうだな、年収いくらですか。いや、こいつ配信聞いてないぞ。シンプルに投げかけてるだけだわ。年収いくらですか。2円だよー、2円だよー。僕より高い。よかった、返事してくれて。僕より高い、かっこいい。やべ、殴りてえこのワットソン。殴っていいかな。だからなんでお前がアザスって言うんだよ。俺だからアザスって言うのねえ。なんでお前が先に答える。これが今の日本の現状か。確かにこれが今の日本の現状っすね。アザスと日本の若者たちは今こんな感じです。平日の昼間は6、5部隊じゃん。熱い。これは激盛りエーペックスでは感謝してなって。ねえ、こいつ聞いてない。ねえ、こいつ配信聞いてない。マジでお前聞いてるか配信。おい SN 聞いてないです。お前じゃねえ答えんの。お前に聞いてない。ホライゾンでお前が答えんだよ。聞いてないよって。絶対聞いてる。もうこのヨガもう聞いてるもん。煽っとる俺のこと。聞いてないよ。もう絶対聞いてるこいつ。お前ホロライブリスナーじゃねえかてめえ。よかったらガンちゃんの配信も聞いてね、これからも。いや、だからネットフリ入りたいんすよね。だからこのワットソンがチャンピオン取ったら、ネットフリ入ろう。そうしよう。おって。何のおや？僕の払ってくれるんですか？で、俺がお前のやつ、払わなきゃいけねえんだよ！バカタレが。どういう流れやね。いいよ。だからお前が答えんな、ホライゾン。お前ちゃう。お前じゃない。いいよ、TY。あ、もう俺蚊帳の外。俺もう蚊帳の外や。ノープロブレム。やかましいわ。じゃあ分かりました。もう残り4部隊でしょ。チャンピオン取ったら俺がこの2人分ネットリックス払います。はい、1ヶ月間頑張れよワットソン。やったりますって。だからお前じゃねえ。お前は箱だ。ホライゾン、ガンちゃんよりこの人らおもろいかもしれない。なえた。もうなしで。ネットフリックス、お前らなしで自力で入れよ。うん、頼んだ。今の1コメントになりました。お前らの報酬はなし。あぶねえ。ワットさん、お前配信聞いてるから、お前出遅れてるじゃねえか。お前撃たれてんのに配信聞いてる場合じゃねえよ。いいよ、いいよ。いやー、ナイスライ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 。素晴らしい GG。 これは GG。ナイストライ、頑張ってくださいって。ありがとう、頑張るわ。いい、いい、素敵な味方だったね。素敵な